焼き小籠包のお店。マックオンの塩崎です。そして、ゼンちゃんです。はい、指パッチンのゼンちゃんです。あのね、今日は僕がですね、まあ、お世話になっている、まあ、居酒屋さんをやっている方がいらっしゃるんですよ。はい、で、その方が、なんか新しくお店をオープンしたから、あ、そうなんですよ。あの、ぜひ食べに来てくださいよって言われたから、はい、単純に今日飯食うだけです。楽しみです。そうです。これ、すぐそこが北四番町の駅なんでね、ここから降りてすぐよ。バス停の真ん前、ピンク色のライト、明るくて、高橋と焼き小籠包。おお、お疲れ様です。小西さん、どうも。ありがとうございます。お待たせしました。すいません、いきなり回しながらで、あ、うちの後輩のゼンちゃんです。あ、ゼンちゃんです。はじめまして。ありがとうございます。おお、すげえ、なんかお世話になります。すげえ、なんだカラフル、いい雰囲気じゃない。あら、じゃあここ座っていいですか。どうぞどうぞ。あ、すげえすげえ。すみます様って書いてあるよ。だいぶアバウトな肩書きだな。まあ、間違っちゃいないけども。そうですね。いつオープンしたんですか。去年の11月に。あっ、大体膝ぶつけました。では、すいません、青島ビル、ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。オープンおめでとうございます。ありがとうございます。うまい、うまい。とりあえず焼き小籠包も2人前ぐらいいただけますか。隠しメニューをガンガン乗せてるんですけど、水餃子いってほしいです。あ、水餃子の、え、ピーマン、パクチー、四川麻辣。そうそうそう。わ、ちょっとマーラー行きたいです。行きたいです。マーラー大好きなんで。交響曲第3番にハマってます。マーラー。豆苗サラダ。あれ、まあ。うまそう。で、ポテトサラダだよ。わ、ポテトの周りにポテトの花が咲いてる。どうだい。うん、美味しいですね。香ばしいです。あ、そのぐらい美味しいってこと。このぐらいです。しました。意味不明なんですよ。あ、ちょっと待って、すごくね、はい、ここで作ってるんですか。これ皮です。あ、これ皮なんですね。水餃子の皮です。あら、あ、結構伸びるんだ。ゆきなさん。いやいやいや、餃子の皮で隠さないですよ。餃子の皮でピターン皮で。これ小籠包用の皮ですか。そうです。うーん、おお、すごい。こんな綺麗に。さあ、ゆきなさんは。ゆきなさん、ゆきなさんも見ますよ。いやいや、お尻の方見せられちゃった。お、今包んだ雪菜さん。いやいや、絶対違うでしょ。しかも今包んだ雪菜さんですか。もう雪菜さん包んじゃってる。すごいすごい。すごいですね。わお。でかってますね。裏側を見てほしい。裏側見て、裏側。おお。オセロ、オセロみたいですね。あ、お前投げた。お前、さあ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 、お前絶対やっちゃうじゃない。穴開けやがった。ユキナさんに穴開けちゃいました。何言ってんの。やかましいわ。え、そう食うの。え、こうじゃないですか。押して。絶対熱いでしょ。ほら、書いてあるんだから食べ方。スープを出して飲むんですよ。あ、そうですね。そんなさ、千と千尋のお父さんみたいな食べ方しないよ。汁をこう出すんですよね。あ、結構すごいな。あ、結構上からこういう感じですか。ギュッと。そうですね。あー、あー、すごい。あれば、これまず飲んじゃおうかな。
うめえ、うめえ、うめえな、うめえ。おかしな話だよね。液体飲んで液体飲むんだよ。液体が進む液体ってなんだよ。下の部分が結構厚めでもっちりしてて。そうですね。餃子だ、水餃子。あら、ピーマン。わわわわわわ。ほら、なんか汁すげえ。ほんとだ。割らなきゃよかった。汁出てきちゃった。あ、もうこのままこっち来て、このまま。足箇所の足かぐらいこうドゥルルルっていったら。いいですか、マーラーちゃん。あ、はい。何やってんだろう。うん、花山椒が効いてうまい。あ、結構辛い、ね。結構きます。きます。僕結構辛いっす今。うまいね。はい。いいね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 いいよだれですね。いいよだれですねってなんだよ。お、紹介者でけえ。こんなでかい。古畑任三郎で明石家さんまさんが武器に使ったやつぐらい。でかいよ。そうなんですよ。こっから撮ってるんだってさ。10年って書いてあるわ。すげえ。慶長の壺みたいだな。古畑任三郎サードシーズン。わかんないっす。え、セカンドシーズンだったか。うまいな。怖いな。うまくて危険だ。明日大丈夫かな俺。早いんですか。いや明日休みなんだけど、はい、午前9時に仙台駅集合して、はいはい、デュエルマスターズを教えてくれた、はい、高校生のループ君と一緒に、はい、トレーディングカード買いにシリアルに行くんだよ。あ、いいパリパリしてんなおい。おお、なんかプルプルしてるぞ、なんか。いや、魚介がすごい。魚介、イカだこ、多分イカだね、多分。これ、え、シイタケ？シイタケ？いや、マジでイカかタコ入ってるな、すいません。これタコ、タコでしょ？これタコです。タコ入ってる。タコですか？いや、タコ入ってるとこれ。ですよね。シイタケいますかこれ？タコみたいな味する。これタコです。いや、タコじゃねえんだから。いただきます。まあ、そのままこれ断面見して断面。はい、あ、なんか餅風な、なんか芋餅っぽいっすよね。なんだろうこれ、不思議だな。うまい。あ、なんかうまいやつだ。うまい系ですね。トロットロ で、はい、あの喉詰まらない、全然ジューシー、はい、板状にしたたこ焼きみたいな感じ。ああ。トロットロの溶岩で、溶岩本当だ、グツグツしてる。うわ、すごいですねこれ。めっちゃうまいなこれ。いや、うまっ、めっちゃうまいな。多分あの古畑任三郎で、はい、田中美佐子の家の麻婆豆腐の1000倍うまいかも。今度見せてください。勉強したいです。今度ごちそうさまでした。ありがとうございました。また顔出します。失礼します。いやー、ゼンちゃん、はい、美味しい店を見つけてしまったね。ありがとうございます。ねえな、来週も来たいっす。来週は、ちゃんと自腹で来てください。あ、はい。